熊谷忠氏帝は、平安時代末期の武将。通称は、次郎大部。熊谷氏当主であり、熊谷氏の子祖にあたる。子に、熊谷直実など。自家帝の出自は、正確なところは不明で、初夏に伝わる各種の経図によると、大きく分けて三つの説が伝えられている。一つは、官武兵士一族の平野方の着難、平忠史法の着難。 平森方のことする説。二つ目は、戦火天皇の後裔で、丹次世、貴彩一氏の熊谷正氏が熊谷氏を名乗った初代であり、その孫の熊谷直隆の実の子が自家庭という説。三つ目に、二説を接中した丹次世の直隆の系氏として、兵士の一門である、平忠正樹が養子に迎えられたとする説である。 秋熊谷氏に伝わる熊谷系図などによると、父、平森方は、北面武士であり、平野忠盛を襲撃したグループの一員だったため、天皇の怒りに触れて処刑され、赤子であった、自家庭は、乳母に抱かれて、武蔵区に大里軍熊谷里に落ち延びた。成長後、所領もない奇遇のみだったが、熊大寺で名を挙げ、所領を得たという。別の説では、代々続く領主であるとして、 そのような伝説の欠落している系図もある。当時の武蔵国には武蔵七党と呼ばれる武士団が拡挙しており、自家庭は死党の一員もしくは死党の旗頭であったなどの伝承がある一方、上述のごとく熊谷氏は短治姓であり、秩父の担当と同族とする伝承もある。熊谷号は死党からも担当から隔絶しているが、距離的にはちょうど両党の中間にあたり、 独立系の弱小漁師として、ある時は、死党と、またある時は、担当と行動を共にしていた。この頃の家紋はまだ大馬とでなく、赤自炊者、波丸の四つ目結びを旗印にしていたという。十七歳で死去したと言われ、この名尾は二歳で、公家直尾光に養われることになった。改名は特殊。自家庭は次男であり、兄弟には名尾より、親や、自自家がいた。 ありがとうございます。